演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はしらファミリーマートの濃厚醤油醤油豚骨ラーメンを食べたいと思います。ああ、ファミリーマートのプライベートブランドのカップ麺ですね。久しぶりに食べますね。醤油と豚骨、あっさりなのか濃厚なのかどっちなんでしょう。見た目はこんな感じですよね。で、ここにまず粉末スープ、続いてこちらの液体スープ、どんな味なんでしょうね。ではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。準備できました。あ、いい香りがしてきましたね。ではいただきます。食べやすくていいですね、この豚骨味わから。スープの味はどちらかというと豚骨が強めなんですけども、さっぱりしていて、さっぱりめの豚骨といった感じですね。醤油はあまり感じなかったですね。でもさっぱりしているという意味ではいいのかもしれません。豚骨のちょっと脂ぎってるのはちょっとだけど食べたいなと思う方にはぜひおすすめしたいですね。まあそんな人いるのかどうか分かりませんけど、豚骨好きにも満足できる一品だと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。麺ももっちりしていましたしね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。